籠池康則は、日本の教育者。学校法人籠池学園理事長、社会福祉法人はじめ国社代表、高等、森友学園保育園園長。学校法人、森友学園元理事長。1953年2月7日、香川県高松市にて生まれる。実家の海運業、籠池海運の倒産に伴い、一家で1963年4月に、 兵庫県天ヶ崎市へ転居する。天ヶ崎市立天ヶ崎東高等学校を卒業し、関西大学に入学。アルバイト先の祖号震災橋本店で、甲子園短期大学1年生の森友まみに出会い、一目惚れいする。1977年3月、関西大学小学部を卒業。翌4月、奈良県庁に入庁。県庁では、 商工労働部商工課に配属され、県内の製造業の振興や、新規出店する流通大手スーパーをめぐる、大規模小売店ポリッジ法対策や、商店街との調整などを担当。その後、農業部農林経済課に移動。1979年、森友真美と結婚。昭和天皇の誕生日4月29日に、 大阪市学会館で式を挙げ、大阪府大阪市福島区大開木のマンションに居住。なお、結婚に際し、妻の父、森友博士から、お前の名前は縁起が悪いと言われ、奈良県桜井市の宗教法人、天一教から安則という名前をもらい、改名する。森友博士の創立した学校法人、森友学園に1984年に就職する。 1986年、塚本幼稚園幼児教育学園の園長に就任。1993年、学校法人南高桜学園の理事長に就任し、南高桜幼稚園の園長を兼務。1995年、学校法人森友学園の理事長に就任し、塚本幼稚園の園長を兼務する。2009年、社会福祉法人はじめ国社を設立し、 理事に就任。二1 0年、はじめ国社高等、森友学園保育園を開園し園長を兼務。二0 1七年三月十日、水穂の国記念小学院の設立認可申請を取り下げ、森友学園理事長を辞任。公認として長女が就任した。七月三十一日、補助金の不正受給による詐欺容疑で、 大阪地検特総部に妻と共に逮捕された。2018年5月25日、夫婦ともに300日の交流の後に保釈。2019年3月6日、大阪地方裁判所で初公判が行われ、起訴内容の大半について無罪を主張。同年10月30日、論告休刑公判が行われ、検察側は懲役7年を求刑。 2020年2月19日、判決公判が行われ、懲役5年の実刑判決。2月21日、大阪高裁が大阪地裁の保釈決定を不服とした大阪地検の広告を棄却し、再び保釈を認め、保釈保証金1200万円で大阪高知署から保釈。同年3月27日、 NHK から国民を守る党が4月26日投開票の衆議院静岡4区補欠選挙に加池を擁立する意向を示したが4月1日加池が補欠選挙への出馬を辞退したことを NHK から国民を守る党が発表同時に直送選挙に加池を擁立する意向も示した6月25日には2020年 東京都知事選挙に立候補している NHK 党党首の立花隆氏の応援弁士として大阪から上京し財務省、法務省、国会議事堂の前で演説するなど立花とは三月関係にあったが2021年1月には立花が森友学園に寄付していた8400万円などをめぐりトラブルとなり決別。 立花は森友事件の真相を解明するためとして、NHK 党から資金を借り入れに2020年3月に個人として寄付したが、学園の管罪人が受け取りを拒否、宙に浮いた状態になったことから返金を求めていた。一方、籠池側は立花が、町郎に政略結婚を提案してきたことが決別の理由と主張している。父親の代から保守系新宗教。 成長の家の信徒だった。森友学園問題が表面化して、以降、成長の家の行法である、新相館を再開したと、館の館に語っている。もっとも、籠池はかつて成長の家が推進していた、民族派学生運動には、消極的だったという。成長の家栄える会には、籠池安則名義で入会していた。逮捕前日には成長の家青年会の会員と会い、 エネルギー安全保障についてどう思うと問いかけてエネルギー安全保障についての持論を語っていたという。籠池康則と日本会議との関係を指摘する報道に対して日本会議は公式サイト上に日本会議事務総局名で2018年3月13日付の籠池氏は過去に日本会議の会員であったものの2011年に退会しており 籠池氏が用いていた日本会議大阪代表運営委員との名刺は虚偽の役職を記載したものであるという趣旨の文書を掲載している。日本会議と関係の深い谷口正春先生を学ぶ会はかつて塚本幼稚園で複数回講演会を行っていることを認めながらも森友学園と自分たちには何の関係もないとしている。一連の流れを受けて 日本会議会長の田久保多大は、もう関係は立っている。成長の家絡みの内紛に巻き込まれるのが私は嫌とコメントしている。ありがとうございます。